ユリア・ビアチェスラ・ボブナ・リプニツカヤは、ロシア・エカテリーンブルク出身の元フィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピック団体戦金メダリスト。2014年世界選手権2位。2014年欧州選手権優勝。現行ルールによる、フィギュアスケート競技における冬季オリンピック史上、最年少団体戦の金メダリストであり。 また、欧州選手権史上最年少女王の記録も持つ。ロシアのエカテリンブルクで生まれる。母親がリプニツカヤを妊娠中に、父親は軍に徴兵され、兵役に着いたが、その後戻らなかったため、母子家庭で育つ。一人っ子である。特徴的な柔軟性は、生まれて間もない頃から、母が股関節等のストレッチを行っていたためである。幼い頃は、 新体操も習っており、4歳からスケートを始める。母は働いていたため、コーチに幼稚園の送り迎え、練習等すべて面倒を見てもらっていた。それに大使本人は、とても感謝していると語っている。その後本格的なスケートの指導を受けるために10歳で、モスクワに引っ越した。趣味は乗馬、料理、手芸、絵画、編み物、音楽を聴くこと、 自然の写真を見ること。動物好きである。憧れの選手として、カロリーナ・コストナー、ハニュー・ユズル、ハビエル・フェルナンデス、パトリックちゃんを挙げている。メディアへの対応などから気が強いイメージが強いが、一方で、鈴木明子と同じ大会に出場した際に、記者会見で、倍の年齢の選手と競うことについて問われ、その場では、特に何もと答えたものの、 会見終了後に通訳を介して、鈴木秋子を呼び止めて、秋子のことは、選手として、とても尊敬しています。たださっきの質問は全く予想していないことだったので、何と答えていいのかわからなかったの、と伝えたというエピソードがある。2020年7月27日、第1子となる女児のカタリナを出産し1ヶ月になる、ことが報道された。この父親は、 元スケーターのウラジスラフ・タラセンコ。ソチオリンピックでのリプニツカや2010から2011シーズン、ロシア選手権で4位に入る。2011から2012シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦し、バルティック杯、ワルテル・ロンバルディ杯の2大会連続で優勝。その結果、ジュニアグランプリファイナルに出場して優勝する。同年のロシア選手権では、 アベリナ・ソトニコワに次2位となる。世界ジュニア選手権で優勝。2012から2013シーズン、シニアクラスへ移行フィンランディア杯で優勝。グランプリシリーズでは、中国杯で2位、エリック・ボンパール杯で3位となり、グランプリファイナルへの出場を決めた。しかし、11月28日の練習中にスピンで、転倒して、顎を切り、 軽い脳震盪を起こしたため出場を取りやめた。世界ジュニア選手権では2位。2013から2014シーズン、フィンランディア杯で2連覇。スケートカナダでは、SP、FS ともにパーソナルベストを更新し、グランプリシリーズ初優勝を果たす。続く、ロステレコム杯でも優勝し、グランプリファイナル進出を決め銀メダルを獲得。2年ぶりに、 出場のロシア選手権では2位。ヨーロッパ選手権では SP2 FS では139.75で1位で逆転優勝し、合計スコアは初めて200点を超えた。15歳での優勝は史上最年少となる。ソチオリンピックの団体戦では当初、リップニツカヤは SP、FS のどちらか一方に出場する予定であったが、 先行は2点3点し最終的に、ロシアスケート連盟は、リップニツカヤを SP、FS の両方に出場させた。団体戦では、SP、FS どもに1位となり、ロシアの優勝に大きく貢献した。しかしメディアに大きく取り上げられ個人戦までに一度もスクワに戻って練習する際に、空港や練習拠点に多数の記者が待ち構え、 ロッカールームに盗聴器が仕掛けられたり、リプニツカヤの家族や親戚にまで取材が及び、加熱報道が問題となった。個人戦では優勝候補の一人に挙げられていたが、SP、FS どもに転倒もあり5位となった。世界選手権では SP で74.54でパーソナルベストを更新し、初出場で銀メダルを獲得した。二千十四から二千十五シーズン。 ジャパンオープンに出場予定だったが、FS プログラムがなかなか決まらずに準備が遅れたこと、新しいスケート靴の調整の不具合も重なり欠場。また、SP の構成のコンビネーションを 3T-3T に変えて、グランプリシリーズに臨む。初戦となった中国杯では、SP1 位スタートだったが、FS では、序盤の 3S で点灯。 その後も一回、1リットル Z などのミスを重ね、演技後キスクライで涙を流した。演技の失敗で激しく動揺し、演技終了後に表彰式のスケジュールを確認せず、ホテルに帰ってしまったことにより、メダル授与式に間に合わず欠席したことで罰金が、課された。エリック杯では、FS の3回で点倒し、最終的に2位となった。グランプリファイナルでは、 SP で今期発の3リットル z 3 t を成功させたが、単独の3回でエッジエラーの判定を受ける。FS では通営と2回で共に転倒するなどのミスを重ね、FS だけでは6位、最終的には5位となる。ロシア選手権では SP 終了時に6位になる。FS では冒頭の3リットル z 3 t 2A-3T-2T を成功し好調に見えたが、一路の失敗、3回を2回試みて2回とも転倒するなどミスが続き、FS だけでは11位、最終順位は9位に終わる。この結果により、代表入りを逃し、今期の欧州選手権、世界選手権に派遣されないことが決まった。ロシア選手権後に、コーチ変更の噂が流れたが、 他のコーチに移るという考えは、起こりもしませんでした。今までもこれからも、私のコーチをとても頼りにしています。と否定した。2015から2016シーズン、グランプリシリーズでは、スケートアメリカで6位、エリック・ボンパール・ハイは、パリ同時多発テロ事件の影響で、FS が中止になり、SP の順位の2位となったが、グランプリファイナル出場を逃した。 グランプリシリーズ終了後、アレクセイ・ウルマのフにコーチを変更し、11月23日より、措置での練習を開始した。地元エカテリンブルクで開催されたロシア選手権では、グランプリシリーズまでは全て前半に組み込んでいた、SP のジャンプ構成を、後半に 3T-3T を入れる構成に変更するなどし、 SP で3位に立つも FS は10位となり総合7位となった。ロシアカップファイナルでは SP1 位、FS3 位で総合2位となった。2016から2017シーズングランプリシリーズ初戦となるスケートアメリカは古傷の悪化により欠場。ロステレコム杯では SP で3位につけていたが FS での演技中に足がつり、 中段を挟み演技を終えるが最下位に順位を落とした。ロシア選手権に出場予定だったが、練習からの帰宅途中に、道で滑って転倒し、右股関節打撲と、船長関節炎を負った。治療に、最低14から17日かかると診断されたため、ロシア選手権を欠場することとなった。二千十七年八月十八日、ロシアの、 各メディアがリプニツカヤの母が引退することを明らかにしたと報じた。接触障害の治療を行っていた欧州から帰国後に決断したという。現在は解説者として活動しているほか、エレーナ・イリニフと共にフィギュアスケーター養成機関、チャンピオンズ・アカデミーを設立し、指導者として各地を回っている。背中越しに上げた右足を体にくっつけ、本来は、 靴のブレードを持つ両手は足首をつかむ形のビールマンスピン。その非常に高い柔軟性から繰り出されるビールマンスピンは本人によってキャンドルスピンと名付けられた。2014年までは1998年長野オリンピックで優勝したタラリピンスキーの15歳255日が最年少記録であった。リプニツカヤは リピンスキーよりも誕生日が5日早いが、ソチオリンピックの団体戦フリーが、長野オリンピックの個人戦フリーより11日早いので、リップニツカヤの方が6日早く金メダリストになった。なお現行ルールの年齢制限ができる前の最年少記録は1936年、ガルミッシュパルテン・キルヒエンオリンピックペア競技でのマキシ・ヘルバーの15歳128日であったが、 現行ルールでは、オリンピック前年の7月1日までに15歳の誕生日を迎えている必要がある。プーチン大統領と、リプニツカや2014年世界フィギュアスケート選手権、銀メダル2013、2014、ISU グランプリファイナル銀メダル2013年、スケートカナダ金、メダル2012年中国杯銀メダル2012年、 世界ジュニアフィギュアスケート選手権金メダル 2011-2012ISU ジュニアグランプリファイナル金メダル。ありがとうございます。